11月14日現在、福生消防署管内での火災件数は53件、焼損床面積は731平方メートルとなっています。これを昨年同時期と比較しますと、火災件数は18件、焼損床面積は472平方メートル増加しております。そのうち羽村市では火災件数は19件、焼損床面積は334平方メートルとなっております。火災の件数としては放火や放火の疑いの火災が多くなってきています。ぜひ家の周りに燃えやすいものを置かない、ゴミは決められた日の朝に出すようにお願いします。また福生消防署では電気火災に気をつけていただくために3つのお願いをさせていただきます。1つ目はご自宅やお勤め先のコンセント部分にホコリがたまらないよう定期的に乾いた布等で清掃し、普段使わないものは抜いておいてください。2つ目は電気コードは束ねて使用すると電気コードが発熱したり断線してしまう恐れがあります。また電源タップは決められた容量で使用してください。3つ目はリチウムイオン電池による火災が増えています。ご注意をお願いします。リチウムイオン電池についてはメーカー指定の純正品を使用し、充電中に熱くなるなどの異常があった場合は使用をやめてメーカーや販売店に相談してください。皆さんのご協力をよろしくお願いします。羽村消防団も頑張っています。市民の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。